さまこんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ヒーリングロード TV のお時間がやってまいりました。はい、この番組はですね、リラクゼーションスペース癒し堂ヒーリングケアスクール沖縄宜野湾の提供でお届けしております。 MC のエミと、はい、勝一です。はい、そして今日は、はい、インストラクターの崎原ひろみです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今日はですね、あの素敵なゲストをお迎えしております。ですね、あの小倉クリニック、那覇市小倉にあります小倉クリニックの渡辺院長をお招きして、後ほどね、肉食ダイエット肉です、ね、肉、私が、はい、あのね、体験してます肉食ダイエットのお話もね、満載でお届けしますのでよろしくお願いします。はい、はいはい、ということでね、立ち位置さん、はい、はい、今日ははい、まあ今日はですね、はい、まあ僕のコーナーからスタートしますので、はい、いつもの通りこのエネルギーの話ということなんですが、はい、ですね、今日はですね、ちょっと十二星座のエネルギーということで、はいはい、お話ししてみたいと思います。十二星座、はい、はい、ちなみにひろみちゃんは星座は、はい、何星座？天秤座です。あ、これですよ、天秤座。そうそうそう、そう、はい、僕はサソリ座なんですが、私はヤギ座です。ヤギ座、ヤギ座ね、うん、この十二星座ってあるでしょ、うん、はい、まあこの地球に降り注いでるエネルギー、うん、十二星座のエネルギーってあるんですよ。はい、まあこの約2000年周期で降り注ぐエネルギーが変わるんですけどね。2000年、2000年周期、うんうん、まあ、西暦2000年までは魚座、うん、魚座のエネルギーが降り注いでいたんですよ。で、まあ、魚座のこのエネルギーの時代は終わって、で今はね、うん、水瓶座の水瓶 座エネルギー、はい、まあ、見えないですからね、こう水瓶座、水瓶座って降りてくるでしょ。嘘ですね。魚座のエネルギー、水瓶座のエネルギーって、うん、どういうこと、一体何なのって思うと思うんですが、うん、ちょっとここにですね、うん、ウィリアム・レーネンさんという世界的に有名なサイキックチャネラー、さんが書いた本があってですね、うん、超スピリチュアル次元、うん、ドリームタイムからのサトシという本があるんですよ、うんうんうん、こういう本ね、こっち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 こういう本なんですが、ちょっとね、この本の中からちょっと抜粋してご紹介したいと思いますけどね、はい、まあ、先ほど言ったように、うん、魚座の時代は、うん、西暦2000年までの2000年間であり、うんうん、科学的、うん、論理的に考え、正しいか間違いかが大事であり、うん、競争が重要視されましたと。競争ですね、はい、うん、いわゆる競争社会ですよね、うん、まあ、あらゆることに対して証明することを求められましたと、うん、成功はお金の額、うん、名声で示され、うん、他人、地球、鉱物、自然に与える影響を考えず身勝手な成功、身勝手な成功なかなか間がいいですね、このハートのタイミングいいですよ願いが許されたのですと、うんうんうん、倫理観に欠けており、エゴ的な性格レベルから、うん、より多くの達成をすることが最も重要でした、うん、公、個人の公ですね、個人の公ね、はい、平等も軽視された時代でした、うんうん、ということなんですね、うん、これが魚座の時代、うん、もう終わった魚座、終わりました、魚座終わりましたよね、はい、で、まあ、これから要するに水瓶座の時代が2000年続くんですよ、うん、で2000年のうちの約100年間は調整期間と言われてます。調整期間、調整期間、うん、もう全くエネルギーが違うんで波動調整ですね、うんうんうん、ああ、はいはいはい、
じゃあこのこれから2000年間続く水瓶座の時代はどういう時代かというと、うん、あのバランスと調和を創造する時代であり、うん、どんな順守であるか、何を信じるか、どんな種であるかは関係ないのです、うん、全ての人が個、個人の個ですね、うん、自由意志、自分への尊重と尊敬の念を持つことが許されなければならず、誰もが心地よく参加できるように人は平等な立場で働き暮らすのです、うん、っていう時代が来るんですよ言われてもあんまりピンとこないですかね。ですね。今ですよね。今ですか。はい、今もそういう時代に入ってるんで、まあ要するにですね、何が言いたいかというと、うん、あの波動エネルギー、うん、同調の法則ってあるんですね。うん、まあこの例えばですね、テレビとかラジオでも周波数があるでしょ。うん、あ、はいはい。例えば、まあ、これインターネットなんですが、沖縄テレビとか、うん、琉球放送って周波数が違いますよね、うん、その電波が放送してる間飛び交ってるんですね、はいはい、でこの、チャンネルのつまみを、うん、このリモコンですね、リモコン、はい、8チャンネルにすると、うん、あの沖縄テレビの周波数と同調して、うん、電波が飛び込んでくる、うんうんうん、まあ、ラジオも仕組みは一緒でしょ、うん、ということは我々の肉体がね、うん、アンテナの役目してますんで、うん、こういうだからあの時代が来たよっていう意識を持たないと、うん、今までの要するに魚座の時代の意識では周波数が違うでしょ、うん、同調できないんですよ、うん、キャッチできないと。そういうことですそうするとあのね、宇宙のこの膨大なエネルギーがせっかく降り注いでいるのに受け取ることができないということになってくるんですね。もったいないでしょ、ね、もったいない、もったいないですよね、うん、あの宇宙のフリーエネルギーですからね、うん、ね、うん、まあ年金は払っても我々がね受給する年になって受け取れるかどうか分かりませんけど、はい、この宇宙のエネルギーは誰にも平等に与えられているものなんですよ。うーん、ただしあの受け取れる人と受け取れない人に分かれてくると、はいはいはい、いうことなんですね。まあですからそういう意味では今までこの魚座の時代の中で、成功を収めてきた方々でも、うん、考え方が変わらないと、うん、もううまく回りません、うん、これからの時代は、うん、まあ、この組織からね、うん、あの個人個人のこの時代に今入ってきてます、ね、そうですね、うんうんうん、だからあのね、あの大企業でもいろいろいろんなことがもう出てからね、はい、もうなんか倒産とかいろいろこう海が出てるでしょ、うんうんうん、海出しですね、うんうんうん、浄化されてる時代です、うん、浄化、はい、で、あの、まあ、これまで何度もお話ししてきたんですけど、この器ね、はい、よくあの人間の大きさを表現するときに、あの人は器が大きいとか、うんうん、だから上等もあよとかねあの人は器が小さいからセコいねとかねなんかよく言うでしょ、そういう表現はいはい、まあ文字通り我々人間の肉体っていうのは、うん、エネルギーの器なんですよ、うん、でもねここにあの一つコップがありますけど、あの水が入る量って決まってるでしょ、うん、まあ、これ以上水が入ると器から溢れてくるわけなんですが、うん、肉体も一緒でね、うん、器なんで、うん、エネルギーの容量があるんですよ、はい、うん、だからまあ、要するに携帯電話でも使ったら充電しないといけないんです、うん、あ、はい、我々人間も気を使う、よく気を使うという言葉あるでしょ、うん、ありますね、はい、ね、ありますよね、はい、なんかまあ、仕事で気を使ったから自分のエネルギーを使ったっていうことなんですね、うんうんうん、気が減るでしょ、うん、充電しないといけない、だから家に帰ってバッタン Q ですよね、うん、
この睡眠が充電なんですよ。睡眠大事、はい、ですからそういう意味ではあの睡眠というのものすごい大事なんですね、大事ですね、ですけれども、あのいくら眠ってもいくら眠ってもこうだん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 ね、疲労が蓄積されていって取れなくなってくるんですよ。ありますね、ありますよね、そういう場合に、あの先ほどの器で考えてみると、エネルギーにもプラスとマイナスがあるんですね、この要するに、充電不足の時はやっぱエネルギー減るんですが、充電してもいっぱいになってもね、この器にいっぱいになってもその比率のプラスとマイナスなんですよ、大事なのは。疲れがだんだん溜まって溜まってもう眠っても眠っても抜けないっていう時は、マイナスのエネルギーが徐々に蓄積されていってるんですね。だからそういう意味ではあのそういうあのこの宇宙から降り注がれているエネルギーはどういったエネルギーかというのもあのやっぱり知っているのと知らないとでは、まあ、これからの人生あと何年生きるか分かりませんが人生80年って言われてます。そうですね、もっとかもしれない、もっとかもしれないです ね、まだ半分も来ないですけどひろえちゃん、じゃあ今知ってよかったです。でしょ、はい、そうするとあの今後40年の生き方が、意識が変わってくるんですね。そうするとその水瓶座のエネルギーの恩恵を受けられますので、それ知っておくと一度もエネルギー満ちてるんですよ。物事がポジティブのスパイラルに入ってくるんですね。でもそれを知らないでずっとあのこの魚座のね時代の考え方で生きているとエネルギーの恩恵受けられませんので、今までうまく回ってた人もエネルギー受けられるんでしょ。だん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 ネガティブのスパイラルに入ってくるんですね。やばいねどうですか、はい、知っておくべきですね。ありがとうございます、だからねこういったあのエネルギーワークとか、その、そういったあの宇宙のエネルギーとか、まあね、体の中の気のバランスとか、そういったねエネルギーワーク入門講座もね、もっとねあの細かく癒し道の方でね、やってますもんね。そうですね、はい、あのまあエネルギーワーク入門講座ということで、はい、ちょっとね映ってなかったですね入門講座を、ね、癒し堂では開催してますので、そのご案内お願いします。そうですね、はい、あのまあ、エネルギーワーク入門講座ということで、あのよくこの波動とか聞くと思うんですけどね、あの波動って聞くけど一体どういうことなのとか、エネルギーってどういうことなの、とか、そういう今お話しした、この魚座の時代と水瓶座の時代の違いとかね、そういうこのエネルギーの受け取り方、で、あとはあの、まあ、我々あの人間はこの地球にね生かされてますんで、地球とエネルギー的につながるってものすごい大事なんですよ、そういうこの地球とのエネルギーのつながり方とかね、そういったあのエネルギーワークをどういうふうにしたらいいかということで、あの、まあ、いろいろこの講義やってますんで、はい、あのまあ、時間はね、はい、2時間3000円でやってます。あちらに向かって、どっちですか、こっちですか2時間3000円ですね。あの、まあ、この講座を受けられた方の特典として、あの地球とつながるグラウンディングのエネルギーもプレゼントさせていただいてます、はい、ということでお問い合わせ先、ぜひ興味のある方は、宜野湾市伊佐リラクゼーションスペース癒し道、お問い合わせ先が098-979-9885、098-979-9885まで、お問い合わせよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございましたはい、それではですね、はい、あの次のコーナーね、ヒーリングケアについてまたね、はい、私の方から情報提供させていただきます。ですね、まあ、好評を得てますヒーリングケアの話をね、ひろみちゃんと一緒にやっていきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、引き続きお願いします。引き続き、ね、ヒーリングケアってどういったものなのかっていう部分でですね、まあ、
オイルを使って優しいタッチで、ね、施術するマッサージ、うん、トリートメントケアなんで、リンパトリートメントケアなんですけども、うん、それに加えて爪のケアですね、はい、うん、大事ですね、大事ですね、うん、まあ、高齢になってくると爪が硬くなったり厚くなったり、うん、トラブルを抱えたりっていう方が本当に多くいらっしゃいますね、うん、はい、でそのケアを重点的にさせていただいてるんですけれども、はい、ひろみちゃん、はい、まあ、インストラクターとしてね今一生懸命頑張ってくれてるんですけれども、はい、何か感じることとかいろいろ思いとかをちょっと伝えていただきたいな、はい、うん、ヒーリングケアに関わって、うん、まずセラピストとして、うんうんうん、いろんな施設に回らせていただいて、うん、でやっぱりそこでもたどたどしいこのマッサージでもすごい喜んでくれて、うん、ありがとうっていうこの言葉をもらって、はい、あ、もっと力をつけて、うん、本当に心も体も癒される施術がしたいなと思って、はい、インストラクターまで来てしまったんですけど、はい、今もすごいですよ、はい、すごいですよ、はい、まだまだ勉強することがたくさんあるなって、うん、思っていますし、はい、やっぱりこのありがとうって心地いいですね、うん、いいよね、ね、ありがとうシャワーがすごくね、はい、いいですね、もうなんかやめられない感じになってきていますでね、ひろみちゃんが今インストラクターとして、あ、そうそう、私たち、うん、私はですね今年の4月から、はい、中部農林高校福祉科の3年生にね、はい、フットケアの指導をさせていただいてますね、うん、その生徒さんたちもねすごく変わってきましたもんね、うん、そうですね、どうです、一緒に関わってるじゃないですかね、うん、まずこの授業の内容だけだと、うん、やっぱりピンとこない部分があったんでしょうね、はい、うんうんうん、で先日ボランティアの方に見学に行きましたっていう報告を受けたその日の生徒さんの顔が違うんですよ、またそうなんですよ、今日ね後でご紹介しますけれども、渡辺信之院長がいらっしゃる小倉クリニックのですね、はい、通所リハビリテーションというところに私が定期的にお伺いしてるんですけれども、うん、中部農林高校福祉科の3年生をですね9名と先生をお二人お連れして、はい、実際にケアしてるところをですね、うん、見学してもらったりとかいろいろね、うん、ヒアリングしてもらったりとかしたんですよ、うん、その後からですね、うん、その後から の生徒さんたちの瞳の輝きが違うんですよ、ね、すごいって思いました、本当に意識、やっぱり意識ですよね、うん、意識が変わってきて、本当に今度は自分たちがやっていくっていう意識に変わって、うん、一生懸命ね取り組んでくださったりとか、うん、まあね、私がもうすぐ6年目に入るんですけどね、あ、はい、まあ、私の思いから、うん、一人の思いからスタートして、まあ、ひろみちゃんも入ってきたし、うん、いろんなね、うん、共感してくれる方が関わってくれて、うん、まあ、インストラクターとしても頑張ってくれてるんですけども、うん、まあ、中部農林高校のね福祉科の非常勤講師であるとか、はい、まあ、各地から今ね講演会の依頼とかね、はい、来てまして、先週ですね、日曜日に今ね津堅島のからも生徒さんがいらしているので、去年から、うん、そういう出会いの中で、うん、まあ、島 の高齢者の方の、ね、うん、事情ですとか、まあ、子どもたちの、ね、うん、事情ですとか、すごくいろんな相談を受けてましたので、うん、まあ、お子様から高齢者の方まで全ての方に、ね、うん、ヒーリングケア対応できるじゃないですか、うん、はい、なので去年は津堅島のね小中学校のね、うん、講演会もね、ね、やってきたじゃないですか ね、やっぱり小学校1年生から90代まで、ね、うん、福島あげての講演会もさせていただいたりですとか、うん、そういうつながりの中で、うん、先週の日曜日はこの津堅島の小中学生のね資金造成の一環として、うん、はい、津堅島ハーリーなるんですよ、うん、ハーリー、うん、ハーリーに参加してハーリーの時のイベントに、うんうん、ヒーリングケアで参加させていただきました、うん、フットケアですとか、うん、あと今日ねちょっと飾ってますスタンピングネイルアート、うん、これですけれども、このスタンピングネイルアートで
スタンプしてね、うん、すごく喜んでくださったんですけど、うん、これでも資金造成ということでね、ちょっとお手伝いさせていただきました、うん、はい、すごく楽しくて、うん、あのいいつながりになったなって思ってますね、うん、はい、それとですね、ちょっとこちら写してみてください、はい、このスタンピングネイルアート、うん、癒し堂ではですね、このヒーリングケアを母体として今のさまざまなね、あのサービスもどん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 充実してきました。あのヒーリングケアに加えてこのスタンピングネイルアートでね、あのおしゃれの一環からセラピーの一環として導入しておりまして、それはあのね、ワンスタンプでね、すごくね、気持ちまで晴れ晴れしますし、あとメイクもね、私たち勉強してるじゃないですかね、はい、やっぱりあの、うん、いくつになっても綺麗でいたいっていう女心はね、うん、80代になっても90代になってもそうですもんね、うん、そういった方々に対してやっぱり年齢に応じた美しさってすごくあると思うんですね、うん、そういったあのおしゃれもね、うん、どん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 導入していきたいなと思ってます、ね、はい、で今日もですね、はい、あの午前中はあの伊佐公民館、宜野湾市にある伊佐公民館というところで、はい、まあ、定期的にあのフットケアとかね、やってるじゃないですか、ミニデイサービスにお邪魔してるんですけれども、はい、今日もですね、いろいろやってきたんですね、うん、そこであの宜野湾市の社協の方とかがね、いらしてて、あの伊佐区はね、すごく、うん、あのそういったデイサービスが内容が充実してるっていうことで、うん、どういったことをしてるのかっていうことで見学に来ましたという、うん、やっぱりね、あの健康体操とか踊りとか、うんうん、三味線とかカラオケとか、うんうん、まあ、ちょっとサービスがあちらこちらでちょっとマンネリ化してしまってるということをお伺いしました、はい、でもっとね、なんていうのかな、もっと美容の部分、なんていうの、美容の部分での、うん、あのサービスを導入したいんだけど、どこでやってもらってるのかとか、どういった先生がいらっしゃるのかわからないっていうので模索してたんです。あ、で私はあのいつも思ってるのが、うん、若い方が行くエステとかマッサージとかね、うん、おしゃれになるとこいっぱいあるじゃないですか。ありますね、本当にも、うん、本当にもう星の数ほどありますけれども、うん、高齢者の方とか、うん、あのちょっと障害を持った方とか、うんうんうん、弱い立場にいる方々、うん、そういった方々がもっともっと素敵に輝ける場所というかね、そうですよね、もっと、ね、やってあげたいもんね、うん、あのすごく生き生きするじゃないですか、うん、ね、すぐですよ ね、だからマッサージとか爪のケアもすごく大事だし気持ちがいいんだけども、うん、この綺麗にして差し上げるってことが、うん、どんだけパーンと ね急にワクワク波動に変わるかという即効性がありますね。そうなんです。だからね、今日ね、あの伊佐公民館の、うん、この老人会の会長さん男性なんですけども、うん、その方にもね、あの先月スタンピングネイルやって差し上げたんですよ、うんうんうん、そしたらあちらこちらで見せたくなって、うん、見て見てってやって男性がですよとか、あの日頃行ってる眼科の、ね、うんうん、病院に行った時に看護師さんがこれ何ですか何ですかって聞いてきて、どこでやってもらってるんですかとか聞いたりとか、うんうんうん、そのね、あのその方がおっしゃるには脳が喜んでるって言うんですよ。あ、脳が、うん、脳が喜んでる、ダイレクトですね。だからこの表現ありがたいと思って脳が喜んでるから若返りの、なんていうのかな、ホルモンが出てる気がするって、その75歳でしたね、75歳の男性がおっしゃってくださったんです。へ、うん、だから私はですね、この3月からこのスタンピングネイルを、うん、あの持ってきていろんなところで体験会させていただいていて、もう700-800名、うん、もう800名ぐらいやってるんじゃないですかね、うん、延べ人数ですよ、はい、だからいろんなところで本当にいろいろね、うん、あの結果が出てて、今日ね伺った75歳の男性がおっしゃったことはまさにその通りなんですよ、うん、ね、脳が喜んでる、脳が喜んでるってだからあの病院とか、うん、あの介護施設とかにもね、ぜひ導入してもらいたいなって思ってますし、うん、あのこのセラピーの一環として導入する際に、例えば、うん、あの高齢者の方々でちょっとね麻痺してる方とか、うん、このいつも言うんですけど、このリハビリ、うん、リハビリする際ってすごくあのやらないといけない、やらないといけないっていう意識なんですが、うん、この例えば麻痺した、ね、手の爪に
スタンピングして差し上げると可愛いから見たくなって、こうやって自然と動かしている方何名もいらっしゃいますね。この見るために見るためにで気持ちも明るくなってたりとか、あと認知症 の、 あの患者様 の、ね、あの利用者さんがいらっしゃるところでも、何をしても笑わなかった患者様が、利用者様がね、見てニコニコって笑ったりとか落ち着いたりとか、すごいですよね。だからあちらこちらでいろんな体験が出てるっていうことと、まあ、高齢者に対してはそうですし、あの小さなお子様を持つ、ね、お母様方とかね、あとコミュニケーションの一環としてでもそうですし、あの保育園とかね、あ、いいですね、いいですね、はい、ご褒美にポンと、そうだから保育園の一環としてとか、すごくいいなと思います、だから今ねヒーリングケアの触れるケアに対して、触れるケアの大切さですとか、あの、まあ、高齢者におけるフットケアの必要性とか、まあ、お子様でもそうなんですよね、前回は子どもにおけるフットケアの重要性とか、靴の選び方とか、足裏の、あの足裏を鍛える運動法とか、これも遊びを通じて導入してくださいっていうことでね、いろんな分野でね対応できますもんね、なんかもう仕事の枠がどんどん増えてきて、本当にどうするまあそういった感じですね、はいはい、なのであの今後ですね、いろんなところでね、あの看護師さんもそうですし介護士さんもそうですし、まだまだ知られてない分野なんですね。デイケアでも一生懸命、私はいろんなあの施設にお伺いしてるんですけれども、職員の方々本当に一生懸命ですもんね。ですよね。一生懸命なんですけど、ちょっと見落としてる場所、あのこの私があの専門でさせていただいてる爪のケアとかね、このマス、あのフットケアがどんだけ大事かっていうのをちょっと分かっていただけると、もっと、ね、あのスタッフの方も仕事が楽になりますし、利用者様も本当に楽になってね、やってあのいけるのかなっていうのをすごく感じてますもんね。だから今後どん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 あの広げていきたいと思ってます。はい、はい、そこありがとうございます。それではあのかっちゃんのね地球っ子の歌流していただけますか。はい、よろしくお願いします。それでは後半戦はあの小倉クリニックの渡辺院長をお迎えします。お楽しみに。お楽しみに。
食べて遊ぶんだ。今度鉛筆とおもちゃ箱開けてみよう見よう。あ、楽しくておかしい、悲しくて嬉しい。あ、僕たちが作るんだ地球この歌。こんばんは。こんばんは。はい、ヒーリングロード TV です、MC のエミとインストラクターのひろみとはい、ひろみちゃんです、後半ですね、素敵なゲストをお迎えしております、はいはい、特集会小倉クリニックの院長であります渡辺信之さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。小倉クリニックの渡辺です。はい、えみちゃんさっき の、はい、あの前半部分でね、はい、ネイルのケアは大切だってことをお話ししていただきましたね。はいはい、実はあれから私はあのカフーという老人施設 の、はい、あの往診もしてるんですが、はい、爪に目が行くようになりました。ね、よかった、嬉しい。はい、ありがとうございます。それでしかも、こうやって診察してる時にちょっと見ると、はい、あピンクだなってのが気がつくんですよね、爪ね。うん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 、で、あ、この爪綺麗ですね、誰がしてくれたのなんて言うとまた会話が弾んでね。うんうんうん、でやっぱり褒めると喜んでくれるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよね。ですからやはりそのネイルの効果っていうのはね、はい、かなり実感してますよ。ありがとうございます。今日は、まあ、今日はちょっとやってみます先生今度やってあげますのであ ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、はい、私もね先生にお世話になってますあの、はい、肉食ダイエットのお話を ねメインにしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ました、皆さん、はい、あの肉食ダイエットでございますが、はい、あちょっとした体験談をね、はい、皆さんにお聞きいただこうと思います。はい、体験談ちょっと読ませていただきますね。はい、7ヶ月で9キロ痩せた、体内年齢も18歳若返った素晴らしいですねカムカムダイエットのことは2年前から知っていましたが、仕事が忙しくてなかなか行けませんでした。ふとしたきっかけから渡辺先生と知り合うことができ、念願だった通院がやっとできるようになりました。私は20代からさまざまなダイエットをしましたそうなんですご本人が読みますか。いいですよね。ご本人に。わかりました。補正下着やサプリメントにもかなりのお金を使いましたが、どれも失敗の連続だったのです。でもカムカムダイエットは食事の順番を変えるだけなので、費用の心配のない点がいいですね。私は仕事の終わりが毎日遅いので、夕食が夜中の12時になってしまうこともしばしば。お忙しい方ですから
ね。そうなんですね。ご自分で読みますか。はい、いいです。でも渡辺先生は、自分で渡辺先生って大丈夫大丈夫。でも渡辺先生は遅い時間でも焼肉を一杯食べて寝なさい。はい。ね、体に一番いい栄養素はタンパク質なんだよとおっしゃいます。それを信じて夜中の12時にステーキを焼いて食べました、はい、すごいですね。これすごいですよね。これね、これすごいね。皆さんまだ続きがございますよ、はい、夜中の12時にステーキ、はいね、聞いてくださいね、はい、私の患者さんもね、最初夜中にステーキって言うとヒエーって驚かれるんですが、うん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 、食べてるんですよね。ね、食べてます、食べてます、はい、すると翌朝お通じの量が多く体重も減っています。はい、胃もたれもありません、はい、あとは30回噛むだけです、はい、それを7ヶ月続けたらいいですか。はい、どうぞ。61キロだった体重は52キロに減りました。身長100、いいですか、はい、152センチとプラスアルファ、はい、37.5% もあった体脂肪率は29% になりました。これがすごいと思う。これがすごい、これがすごい、なかなかできない。あとで立ってちょっとね、下着着てもらってますから今日はね。11号でもきついことがあった洋服のサイズは9号になり、ものによっては7号でも入ります。ぽっこり出ていたお腹はくぼみ、バストやヒップにもプリップリッと張りが出てきました。はい、皆さん見てください。まるで20代の頃に戻ったようです。もう一つの嬉しい効果は下半身に現れました。仕事柄正座をすることが多いのですが、以前は贅肉がたくさんついていたせいかそれが辛くて大変でした、はい、でも体重が減った今は長時間の正座も全く苦にならないのです。我慢する必要のないカムカムダイエットは目から鱗でした。今後も肉を30回噛んでたくさん食べ、若々しいスタイルと健康を維持するつもりです。はい、実はこの体験談は亀島恵美子さん私ね、びっくりしたあ、皆さん亀島さんのね、はい、写真をお見せしましょう。ちょっと持ってきたんですけど、持ってきたんですか。はいはい、こちらですけどどうですか。これがね、前後の写真があるんですが、テレビをご覧の皆さんもこちらですけどもどうですか。そちらのカメラでアップしてください。前後と映っておりますね。あららら、上島さんどっちが、あ、よく見えます。ここの特徴は私は結構いろんな人に見ていただいてるんですが、腕に特徴がございまして、なんと、向かってこれ右側、はい、髪の長い方がぷくぷくに太ってることですよね。腕がたるんでます。そうそう、腕がたるんでますがどうでしょうか。こちらね、腕のたるみが、そうです、ご自分で指摘してますけども、腕のたるみが取れております。それからほっぺたの輝きどうでしょうかね。普通ダイエットと言いますと、ね、お肌がたるんでシワになる、ところが亀島さんはね、お肌が光ってますね。それでなんとこの嬉しそうな表情で皆さんで、男性の方はよくねこの写真を見ると顔を見るんですが、女性はだいたいウエストとか、そう、お腹ですね、お腹見ますね。で皆さんね、あ、お腹がへっこんでるわって言ってね、おっぱいもこれアップしてるの写真で分かります。写真でどあんまり分かんないと思うので。そうですね、はい、ですからこれね、前回の写真と実物で、実はこの亀島さんに、これ私が7月に出版する本なんですが、はい、亀島さんぜひ体験談と写真載せてってお願いしましたら、写真持ってきてくれたんです、はい、この痩せた後の写真ね、はい、そしたらね、なんとね20枚ぐらい持ってきてくれた。言わなくていいのに先生ね、20枚痩せたわよってね、このウエストのすっきりしたとこ、ね、こういったのとかね、ピンクのとかね、このとかね、全て美しいから選ぶの苦労したんですけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。でこの私のカムカムダイエット、実はね診察もしてまして、いろんなノウハウがありますが、はい、ついに本が発売されます。すごい、こちらですね、皆さんこちらもご覧ください。
一生太らないカムタケダイエット青だからね、青だから抜けちゃった。あ、本当だ、すごい、これ 青抜けるんですね。はい、抜けるんですね、はい、こちらご覧ください。はい、カムタケダイエット、カムタケダイエットね、一生太らない体を作るカムタケダイエットというタイトルですね。出版社は東京書店、うん、東京書店より7月7日発売になっております。うん、買おうとした。はい。こちらね。一生太らない体を作るカムタケダイエット、はい。東京書店から発売になっております。ぜひ楽しみにしてください。先生、これって全国発売ですか？はい、全国発売ですよ。すごいすごいすごい、ね。ありがとうございます。すごい。東京書店ですが、うん、あ、もちろんこの亀島さん、先ほどね、亀島さんの写真も載っておりますし、はい、その他なんと缶ビールを10本飲みながら47キロ痩せた、うん、これすごいですよね。このような方も載っておりましてね、ちょっとその内容を一足早く、うん、皆さんに説明させていただきますと、はい、題名はさっきお話しいたしました、うん、一生太らない体を作るカムタケダイエット、東京書店、うん、著書は私渡辺信之です。目次をちょっとお知らせいたしますと、例えば間違いだらけのダイエットという項目がございます。あまりね、大きい声で間違いだらけのダイエットだよって言ったらですが、ね、私はね、はい、真実を話すというのが私の真骨頂ですから、はい、例えばカロリー神話の崩壊、うん、カロリーを減らしても痩せませんよ、はい、ということが書いてあります。うん、あるいは世の中の常識は日々書き換えられる、うん、つまり今までのダイエットの常識をね、うん、全部もひっくり返しております。それで成功したのがここの亀島です、ね。はい、もうちょっとこのウエストのあたり映せたら映してあげてください。ちょっと脱ごうかなとか言って、まあね、ちょっとまあ、ボヨンと出てね、ウエストも細くなっており、こんな感じでちょっとこんな感じあれ別にたるんではいないし、筋肉がついてますよね、うん、なんかね、ここがだいぶ痩せましたね。そうなんです。ここがね、前回の写真ちょっとお見せいたしましょうか。こう出てたんですよ、こう、はい、こういう風に、ね、もし映れたら、どこ映れ、前回の写真こちらです。こんな感じで、ボヨヨンボヨヨンボヨヨンだったんですよね。立ってる亀島さんが映っております。はい、うん、そうですね、これボヨヨンと映っておりますが、うん、そうです。そのこのですね、私の体験談として、先生、このあの普通変なダイエットをすると、はい、たるむんですね、あちらこちら、特に女性だったら胸がたるんでたりとかするんですけど、この先生のご指導のもとやったところ、うん、あの余分な本当にお腹ですね、特にお腹の肉がだるまみたいに出てた、お腹がへっこんで、逆に筋肉は運動もしてないのについてきて、胸がプリリン、うん、これすごいんですよ。ついついね、他の患者さんにもプリリンってやってしまってる。いや、そのね、亀島さんのイメージが鮮烈だったんですよ。先生、おっぱいがアップしてきましたよなんて言ってますのでね、まあ、これも真実です、ね、これすごいなと思ってますね。だからあのカップは全然あの逆にパンパンになってきてますし、上がってますし、これはもう女性にとっては必見だなって思ってます ね、 ね、そうなんですね。さっき立っていただきましたけどね、やっぱりあのもう一度立っていただいてね、皆さんあの本人があの喜んでいただいてますから、まあ、真実ですし、こんな感じ、ちょっとしたらさ、こうやって写真撮ったりして、ね、あの日本人 の、 あの女優さんってね、よくお痩せになりますけども、どっちかというと木の枝のような感じのお痩せになるんですが、亀島さんの場合はね、チャーリンズ・エンジェルかマルフジ・ガールズっていう感じでね、それはちょっと分かんないけど、そんなイメージで、ありがとうございます。実はあ、やつれて痩せるんではなくて、筋肉はつきながらね、出るところは出て、へこむはへこむ、しかもね、なんとコレステロールも下がって、糖尿病も良くなって、血圧も下がるというおまけ付きです、ですね、先生のところでは、ね、あの毎回いろいろ検査をしていただけるので、あの健康チェック管理もしてもらえますしね、何よりも、ね、ありがたいのが、ね、保険、健康保険が、ね、はい、使えるので、毎回何百円、何百円でした ね、 ね、ありがたいですね、はい、ありがとうございますよ、はい、うん、まあ、その他コレステロールに善玉悪玉もないとかさ、コレステロールは悪くない、うん、脂肪を食べても太らない、うんうん、それからもう一つ、今回本邦初公開、どんなダイエット雑誌にも、どんな健康雑誌にも載ってないと思うんですが、繊維質が便秘を作る、
普通繊維取ったらいいとか言うじゃないね、どうでしょうか。繊維重要だと思って、野菜に含まれる繊維質が便秘を作る、これ多分日本で初めてだと思いますが、どうでしょうか。だと思いますというかね、結構私あまり野菜食べてなかったりするんですけど、あのお通じが良くなりましたね。そうでしょう、うんうん、お肉食べて便秘するというのはないでしょう。ないです、逆野菜食べなきゃ便秘するというのもない、ね、野菜ほとんど食べなくても、はい、お通じいいですね。いいですね、いっぱい出ますね。そうなんですよ皆さん、そのようにね、もう目から鱗のダイエットいっぱい掲載されてますのでね、ぜひ7月7日の日、カモダケダイエット、カモダケダイエット、東京書店からですね、一生太らない体を作るカモダケダイエット、どうか皆さんこれをね、各家庭のバイブルとしていただいてね、一冊買っていただければ、メタボ撲滅、特に私の今の一番の目標であるね、日本一のメタボ島の沖縄からね、肥満をなくす、これのためにね、どうか皆さんね、買っていただいてご協力お願いいたします。ぜひ買ってください、お願いします、はい、それとですね先生、はい、今ね肉食ダイエットを始めて、私の周りがかなり私太ってたじゃないですか、はい、私が痩せてきたのをきっかけに、どうしたのっていうことで先生の元にね、はい、ご紹介結構してるんですけども、はい、その方々から、うん、ダイエット何でしたっけ、サークル、サークル、サークル、はいはいはい、サークルもやってほしいとかね、一緒に肉を食べに行ったりとか、またいろいろ先生には聞けない話とか、なんかお互いのなんていうんですか、患者さん同士というか、はい、痩せたい者同士というか、ね、そういった方がね、サークルも作ってほしいとかね、いろんなお声をいただいてるので、はい、嬉しいですね、楽しみながらね、はい、若々しく綺麗になりながらということで、私もいろいろ勉強していることもありますので、本職のことも兼ねて、はい、なので一緒に皆様の健康と美容と、はい、兼ねてですね、サークル活動からスタートもしたいと思ってますし、ね、先生にね、その相談役に、ね、なっていただけたらありがたいなと思ってますので、ね、よろしくお願いします。はい、本当最近、亀島さんも発信されてね、結構肉食の輪ができてきました、みんな綺麗に痩せてますので、ぜひそういうサークル活動ができましたらね、亀島さんの方に連絡していただきます。会長なんて、会長会長ですからね、会長に楽しくダイエットができるかと思います。そうですね、はいはい、今日はね、どうもお前聞いただきありがとうございました。いえいえ、またね、もう先生のお話はねすごく楽しいので、はい、医療講演会とかもなさってますよね。はい、もう募集しておりますし、今度7月18日でした、そうですね、そうです、私のサロンの近く、私は宜野湾市伊佐というところでサロンがあるんですけども、伊佐公民館でですね、健康講演会をすることになりましたね。そうです。なので先生はそういこの肉食ダイエットのこととか、この健康に関して の医療講演会をどん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 やっていきたいという思いがありますので、はい、それは無料です。無料です。なのでそういったことに興味がある方はぜひね、小倉クリニックでいいんですか、はい、小倉クリニックですね、院長のもとにお問い合わせいただきたいと思います。連絡先お願いしてよろしいですか。はい、特集会小倉クリニックですが、沖縄特集会です。場所は那覇市小羽倉交差点のローソンの裏手にございます、はい、メモのご準備ご用意よろしくお願いいたします。はい、電話番号は、はい、098-855-1020、はい、098-855-1020まで、お問い合わせくださいね。ね。ね、先生の外来というか、なんていうんですか、ダイエット診察、診察ですか、はい、もしもしですか、ね、すごく楽しくてですね、病院に来てる気がしないんですよね。皆さんそうおっしゃられます ね。もう高血圧の人、糖尿病の人、いろんな実は病気を抱えている方がダイエットに来るんですが、もうニコ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 してね、あなた今日焼肉行きましょうこの前もそうでした ね、 ないね、患者さん同士仲良くなっちゃって一緒に、はい、焼肉食べに行こうみたいな、診察終わったら行きましょうとかね、そういった感じらしいです ね。楽しいですね。楽しいですよ。ぜひね、皆さんお越しをお待ちしております。はい、どうもありがとうございました。ということでですね、癒し堂ではですね、
渡辺院長との出会いは、私がね本当に太ってたので痩せたいっていう思いがあって、あの通ったのがきっかけでですね、うん、先生とのご縁ができて、あの小倉クリニックのデイケアではですね、定期的に私がお伺いして、あの高齢者の方々に、いえいえ、あのヒーリングケアとかマッサージですね、あのフットケアですとかハンドケア、そして爪のケアとかをさせていただいてたりとか、それはもう私のスクールの生徒さんの実習の場としても使う、あの使用させていただいているので、すごくもう感謝しております。ありがとうございます、ね、今後ともね、あのお互いにね協力し合ってね、あの皆様の健康のためにねできていったらいいなと思っています。はい、それとですね、癒し堂ではあのサロンでの施術の他に、あの出張ケアですとか、あの講演会の依頼も承っておりますので、あのぜひお問い合わせください。で、お問い合わせ先です。沖縄県宜野湾市伊佐にありますリラクゼーションスペース癒し堂です。電話番号が098-979-9885、098-979-9885となっております。はい、で院長、はい、あのね、今回ですね7月3日を予定してるんですけれども、はい、小倉クリニックにてですね特集会グループのスタッフの方々への、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あのワークショップですね、ヒーリングケアとか爪のケアの大切さとか、うそういったあのスタッフ向けのワークショップを開催することも決まってますのでね、よろしくお願いします。いやいや、皆さんよろしくはい、それではですね、あの今日のゲストは、はい、ヒーリングケアスクール沖縄宜野湾の、崎原博美先生と、特集会小倉クリニック院長であります渡辺信之先生をお迎えしてお届けしました。次回の放送はですね7月11日となっております。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またね。ありがとうございました。小倉クリニックもよろしくお願いします。はい。